アルブレヒト・デューラーの1501年1504年の規範がドラゴンを殺すセイゲオルギウス。セイゲオルギウスと竜の伝説はキリスト教の聖人であるセイゲオルギウスの竜殺しの伝説である。セイゲオルギウスは人間の犠牲を要求したドラゴンを飼いならして殺害し、次の一贄として選ばれた王女を救出したと伝えられている。 この物語は11世紀と12世紀の最も初期の情報源ではカッパドキアを舞台としているが13世紀の黄金伝説では舞台をリビアに移して語られた。この竜殺しの物語はイアソンとメディア、ペルセウスとアンドロメダ、テュポンといったキリスト教以前の神話伝説に起源を持ち、セイゲオルギオスの伝説として語られる以前に様々な聖人の伝記の中で語られている。 中でも特に9世紀と10世紀にアマシアの聖テオドロスの伝説として語られた後、11世紀になって初めて聖ゲオルギウスに移された。聖ゲオルギウスの伝説と図像は12世紀のビザンチン、文化圏に急速に広まり、さらに十字軍を経由して、まだ12世紀のうちに西のキリスト教の伝統に入った。第一次十字軍の騎士たちは、 聖ギオルギオスとその仲間の兵士で聖人のテッサロニキ、の聖デメトリオス、聖マウリティウス、アマシアの聖テオドロスがアンティオキアとエルサレムで共に戦ったと信じていた。伝説はバンサンド・ボーベの歴史の勘と黄金伝説のラテン語版に基づいて13世紀の西ヨーロッパに普及した。最初は騎士道ロマンスの洗練された設定に限定されていた。 伝説は13世紀に大衆化され、中世後期とルネサンス期に文学と絵画で人気のある主題となり、東西ヨーロッパの両方において、聖ゲオルギウスに関連するキリスト教の伝説の不可欠な部分となっている。起乗者としての軍の聖人の聖テオドロス、聖ゲオルギウス、聖デメトリオスの図像は、ローマ時代のトラキアの騎士タイプの図像の延長線上にある。 ドラゴンの頭像は一方では、生命の木と絡み合う蛇から、もう一方では、後期のローマ騎兵によって使用されたドラコの軍旗から発生しているように見える。蛇やイノシシを槍でつく騎手は、ローマ時代の騎兵隊の兵士を記念する石碑で広く表現されている。セルビアのクルパックから出土した彫刻は、アポロンとアスクレピオスをトラキアの騎士として描写しており、他に、 木の周りに絡まった蛇が示されている。別の石碑では、創世の木馬神、ディオスクロイがトラキアの騎士として、蛇が絡み合った木の両側に示されており、槍でイノシシを殺している。ドラゴンと戦う聖人伝の物語の発達は、図像の発達と並行している。それは、キリスト教以前のドラゴンの神話から引き出される。イギリスの考古学者、 ウォーリス・バッチは1888年に、セイゲオルギオスの伝説のコプト版を編集したが、彼によると、コプト版の伝説は、セイゲオルギオスを迫害した、ダディアノスという名前の統治者を、奈落の底のドラゴンとする、5世紀、または6世紀の出典に基づくと推定している。バッチは、キリスト教以前の神話との類似点を明確に指摘して、次のように述べている。 セーゲオルギオスの物語の大部分は歴史的事実のいくつかの細い糸に織り込まれた光と闇、ラートアペピ、およびマルドゥクトティアマトの闘争の古い物語に属する多くのバージョンの一つ以上のものではないかと私は疑っています。鱗で覆われ、翼を持ち、悪臭を放つドラゴンであるティアマト、そして栄光ある太陽神の強大な敵であるアペピはどちらも破壊され、 彼らとその悪魔に対して送られた火の中で焼け死にました。そしてダディアノスはまたドラゴンとも呼ばれ、69人の統治者とその友人たちと共にセゲオルギオスの祈りによって天から降りかかった火によって破滅しました。1870年代に最初に注目されたコプトの石の彫刻は、 セーゲオルギオスの図像を先取りして、ワニと戦う騎乗をした鷹の頭の人物像を示しており、ルーブル美術館は変身した瀬戸紙を殺す太陽神ホルスと解釈しました。5世紀後半のキリスト教美術には、蛇を踏みつぶす、光線的なキリストの描写が見られる。悪を征服する槍を持った騎士の図像は、中世初期には現在の姿になっている。 ドラゴンの殺害者としての聖テオドロスの頭像は、早ければ7世紀まで、少なくとも10世紀初頭まで、確実に遡ることができる。9世紀後半以降の新しい伝説では、聖テオドロスは、エウカイタの近くでドラゴンを殺したと報告されている。対して、聖ギオルギオスは10世紀に、ドラゴンではなく、人間を殺すと描かれており、従って、ドラゴンを殺す騎士の初期の描写が、 セーゲオルギオスを表す可能性は低い。聖クリストホロスと竜殺しとしてのセーゲオルギウスを描いたビニカの統制の遺コ17世紀のアルクス・アインハルトの戦画。蛇の境界を意味するカッパドキア、ユランド・キリセの竜を殺すセーテオドロスとセーゲオルギオスを描いたフレスコが。セーテオドロスの騎士としての最古のイメージは来たマケドニアのビニカから出土した遺物であり。 本物であるならば6世紀、または7世紀に遡る。ここでは、聖帝オドロスはドラゴンを倒すのではなく、ドラコの軍旗を持っている。ビニカのイコンの一つには、ドラゴンとの最も古い聖ゲオルギウスの描写もある。聖ゲオルギウスは、キュノケファロスの聖クリストホロスのそばに立ち、両聖人は、人間の頭を持つ蛇を踏みつけ、槍で頭を狙っている。マグワイアは、 家庭の魔法で使用された無名の騎乗する英雄の画像から名前を持つ聖人のより規制された図像への移行を730年代のビザンティンの偶像破壊に続いて神聖な画像に厳重な規制が行われたことと結びつけた。製法では槍と盾を持つ二人の兵士の聖人の間でドラゴンを踏みつけて差し貫くローマの騎士のカロリング朝時代の 描写がオランダのことマーストリヒトの聖セルファース協会の宝物庫のクラックスジェマダの足元に置かれていた。この表現は現在パリのフランス国立図書館で17世紀の線画の中に残っている。トラキア騎士の図像のキリスト教家はカッパドキア、ギョレメの岩屈教会まで遡ることができ、10世紀のフレスコ画には1、 二、または三つの頭を持つ蛇と対峙する騎乗した成人が描かれている。最も初期の例の一つは一般二十世紀に遡るマベカンさんとして知られる教会のもので、騎士がイノシシの代わりに生命の木の周りで絡み合う二匹の蛇を攻撃していることを除けば、創世時神ディオスクロイの石碑と極めて平行、関係にある二人の神聖な騎士を描いている。 この例では少なくとも2匹の蛇が別々の頭を持っているように見えるが10世紀のカッパドキアの他の例では多頭の蛇を示している。ドラゴンを攻撃している2人の聖テオドロスと聖ギオルギオスを描いたユランルキリセの保存状態の悪いフレスコ側、10世紀または9世紀半ばまで遡る。3人の騎乗する聖人、聖、デメトリオス、聖テオドロス。 セイゲオルギオスを示しているが、同様の例が、ギリシャの中央マケドニアのキルキス県にある、現代のコルキダ村の近くの9世紀、または10世紀に建てられた、教会、ズドーチョスピギにある。おそらくセイゲオルギオスではなくセーテオドロスを描いた、馬に乗った、竜殺しの12世紀の描写は、パレルモのパラティーナ礼拝堂の神道にある4つの、ムカルナスのパネルにある。セーテオドロスと、 セイゲオルギオスは騎乗する英雄として並んで示した。セーテオドロスはドラゴンを殺し、セイゲオルギオスは人間の敵を殺した。シナイさんの聖カタリナ修道院。後に、ドラゴンのモチーフは仲間の兵士であるセーテオドロスの伝説から、セイゲオルギオスの伝説に移された。蛇と戦うセイゲオルギオスの疑問の余地のない最古の図像はカッパドキアにまだ残っている。 ヤコブスでオラギネの黄金伝説の有名なバージョンでは、セイゲオルギオスを描いた竜の物語は、リビアのシレーネと呼ばれる場所を舞台としている。リビアのシレーネは、近隣の池を住みかとし、田園地帯を汚染する毒を吐くドラゴンに悩まされていた。人々はドラゴンが都市そのものに害をなすことを防ぐため、毎日2頭の羊と男と羊。 そして最後に、くじで選ばれた子供と若者を生贄としていた。ある時運命が王の娘に降りかかった。王は全ての金銀と引き換えに王女の身代わりとなってくれるよう求めた。しかし人々は拒否した。王女はドラゴンの餌となるために花嫁衣装をまとって湖に送られた。そこにたまたまセイゲオルギオスがやってきた。 王女は彼を送り出そうとしたが彼は止まると誓った。彼らが会話している間にドラゴンが池から現れた。セイギオルギオスは十字を切った後馬に乗ってドラゴンに突進し槍でひどく傷つけた。それから王女に彼女の腰帯を投げるように言い、それをドラゴンの首にかけた。彼女がそうした時、ドラゴンは鎖に繋がれたおとなしい獣のように少女の後に従った。 王女と聖ゲオルギウスはドラゴンをシレーネの町へと導き、人々を恐怖に陥れた。聖ゲオルギウスは彼らがキリスト教徒となり、洗礼を受けるならば、ドラゴンを殺すことを申し出た。そこで、シレーネの王を含む1万五千人がキリスト教に回収した。その後、聖ゲオルギウスは、剣でドラゴンの首を切り落として殺し、 ドラゴンの遺体を4頭の牛車に乗せて町から運び出した。王はドラゴンが死んだ場所に神の祝福を受けた聖母マリアと聖ゲオルギオスの教会を建設すると祭壇から泉がコンコンと湧き出てその水はすべての病気を治癒した。ラテン語版のみ、剣でドラゴンを殺す前に聖人が槍で攻撃する伝承を含んでいる。黄金伝説の物語は 西ヨーロッパで受け入れられたセイゲオルギオスと竜の物語の主な情報源であり、従ってイングランドの守護聖人としての聖長時に関連している。黄金伝説のバージョンでは王女は無名のままであり、サブラという名前はエリザベス朝時代の作家リチャード・ジョンソンのキリスト教国の七人の戦士で与えている。この作品では彼女はエジプトの王女として、 リキャストされている。この作品は素材に大きな自由を与えており、セーギオルギオスとサブラを結婚させ、そして二人の間にイギリス人の子供が生まれ、そのうちの一人はボリックの害になった。まだ13世紀のイタリア語の情報源で王女に付けられた別名はクレオリンダとアイアである。ギョレメの岩屈教会軍の一つ。 聖バルバラ教会の馬に乗って、竜を殺す聖ゲオルギウスと、聖テオドロスを描いたフレスコが、11世紀初頭に遡る、この図像は、竜殺しの聖人としての聖ゲオルギウスの現在、知られている、最も古い描写として位置づけられている。聖人は、トラキアの英雄の伝統の中で、ローマ騎兵のスタイルで描かれている。主要な図像としては、 聖ゲオルギオスとドラゴンのみを示す簡潔な形式のものと奇跡を目撃した見物人たちと共にラシアの王女や城壁あるいは塔を含んでいる詳細な形式のものの2つのタイプがある。簡潔なタイプは10世紀から11世紀のカッパドキアに由来している。詳細な形式の最も初期の確実な例はおそらくグルジアの聖ゲオルギオスのパブシニ教会だがアディシさん ボチョルマ要塞、セイゲオルギオスの育ビ教会の例はさらに少し早いかもしれない。グルジアギリシャロシアロシアの最古の例は1167年頃のスタラヤラドガのセイゲオルギウス教会の壁から発見された。ロシアではイコンはゼーつまりセイゲオルギウスとドラゴンの奇跡として知られている。成人は主に右向きの白い馬の馬上に示されるが、 時には黒い馬や左向きでも示される。王女は通常含まれていない。別のモチーフは、後ろに座っている見切りニの若者と一緒に馬に乗った、聖ゲオルギウスを示している。ドラゴンを倒す馬に乗った騎士としての聖ゲオルギウスのモチーフが最初に西洋美術に登場したのは13世紀後半である。赤白の聖ゲオルギウス十字として示される聖人の 紋章の伝統は14世紀に発展した。絵画彫刻モザイクエングレービング紙幣、エドマンド・スペンサーは、妖精の女王第一巻のセゲオルギウスと竜の物語を拡大し、当初は英雄を赤十字の騎士と呼んでいた。ウィリアム・シェイクスピアは、戯曲、リチャード3世、第5幕、ヘンリー5世、第3幕、そしてまた、リア王第1幕で、 セイゲオルギウスと竜について言及している。17世紀のブロードサイドバラットは、セイゲオルギウスの竜退時の異行に敬意を表している。この、正城時とドラゴンというタイトルのバラットでは、女ジ児ジシと騎士道物語の他の英雄と関連して、セイゲオルギウスの重要性を考察し、最終的に他のすべての英雄や女ジ児ジシまたは騎士道物語の人物は、 聖ゲオルギウスの異形と比較して見劣りすると結論づけている。エドワード・エルガーの聖常時の旗はコーラスとオーケストラのバラットでシャップコット・エンズリーの作詞である。ケネス・グレアムによる1898年のドリームデーズにはザ・リラクタント・ドラゴンというタイトルの章が含まれ、恒例の聖ゲオルギウスと優しいドラゴンが街の人々を満足させ、 ドラゴンを社会に紹介してもらうために模擬戦を演じる。後に、ウォルト・ディズニー・プロダクションズによって映画化され、子供の起化劇として、ジョン・ラター作曲の曲が付けられた。1935年、スタンリー・ホロウェイは、ロバート・パトリック・ウェストンとバートリーが書いた、正常時とドラゴンに従って、物語のユーモラスな朗読を録音した。1950年代には、 スタン・フレバーグとドーズ・バトラーは、フレバーグのラジオ番組のために、正常時とドラグネットを書いて演奏した。ストーリーの録音は100万部以上の売り上げを記録した、最初のコメディアルバムとなった。マーガレット・ホッチズは、トリーナ・スチャート・ハイマーンによる、コールデコット賞受賞のイラストを使用した1984年の自動書、正常時とドラゴンで伝説を再話した。サマン・サシャノンは、 自身の2019年の小説、オレンジの木の消臭動員を、イギョルギウスとリュウの伝説の、フェミニストの際話と表現している。イタリアの都市レッチョディカラブリアは15世紀の都市の、印象に使用された図像から派生したイギョルギウスと、リュウの紋章を少なくとも1757年以来、使用していた。イギョルギウスとリュウは、18世紀後半から、モスクワの首相に描かれ、 1991年からジョージアの国章に描かれているアラゴン国王マルティン一世のインベントリにあるアラゴン連合王国の国章ギリシャリック軍記。ありがとうございます。